ここはみんなの学校がある三重県名張市菰原地区。私たち岐阜町にとっては最高の場所なの。本当に豊かな自然が残っていて、木や草がいっぱい。いろんな動物もいるし、とってもここは住みやすいの。それに私たちの幼虫が食べているカンアオイっていう植物も山に生えているの。また一生懸命私たちを守ってくれている人もいるの。それがみんなもよく知っている岐阜町ネットワークの加納さんたち。さなぎが私たちの住んでいる場所を保護地区にして看板を立ててくれたり、ずっと私たちのことを見守ってくれているの。嬉しいな。でもね、保護地区のすぐ横は工場、道路や建物がいっぱいの場所もあるわ。少しずつ昔ながらの自然がなくなってきているの。自然がないところでは私たち岐阜町は生きていけないの。